こんにちは。賃貸のお先イメージキャラクターのマカス君です。本日はですね、奈良市大宮町にございます、グリーンコーポ奈良第21番館という物件のですね、302号室のご紹介動画となります。それではマカス君と一緒にご紹介させていただきます。はい、さあまずは玄関の方はですね、大変広く取られておりましてですね、下駄箱を置いてもですね、十分に、場所をね、確保できる、玄関スペースとなっております。さあ玄関入ってですね、すぐ左手側こちらにね、約6畳の洋室ついております。はい、このようにねなっておりますね。はい、収納の方がねこちらに1つついておりまして、このように段タイプの収納となっております。さあ奥行きの方もねバッチリございます。収納設備となっております。はい、それではですね、こちら通路の方戻りまして、続きまして右手側にですね、このように洗面フロアついております。はい、まずはこちらが独立洗面台ですね。シャンプードレッサー付き、奥の方には、室内のですね洗濯機置き場、手前側にはですねこちら扉ございまして、開けていきますとですね、ウォシュレット付きのこちらは、お手洗いとなっております。右奥側こちらがですね、お風呂場となっております。はい、こちらの方ですね、お風呂場、綺麗なお風呂場ですね、追い焚き機能付きとなっておりまして、ゆったりとね、肩まで使っていただけます浴槽となっております。はい、それではまた通路の方戻りまして、続きましてはこちらリビングとなります。さあリビングはですね、約10畳ございます。視界とね、ゆったりのある、リビングとなっております。はい、こちらですね、まずキッチンの方がですね、システムキッチンということで、こちら3口のコンロに、魚焼きグリルもね、ついております。収納もね、しっかりとこのように上下に揃っておりまして、シンクもね、しっかり広く捉えておりますし、調理スペースも確保されました、キッチンスペースとなっております。さあまたこちらにですね、モニター付きのインターホンついておりまして、こちらはマカス君おすすめポイントとなっております。はい、さあまたですね、こちらバルコニーの方に出ていきますが、バルコニーの方もですね、はい、このように、お隣のお部屋とね、つながっておりますので、大変広く使っていただきますバルコニーとなっております。はい、それではですね、続きましてお隣のお部屋が洋室ございますね。はい、こちらの洋室はですね、約 4.5 畳ほどのですね、洋室となっております。はい、収納がね、こちら壁側にございまして、こちらも段タイプの収納、しっかりと奥行きもございます。はい、それでは最後のお部屋のご紹介をさせていただきます。一度リビングに戻りまして、お隣のお部屋、こちらも洋室ですね。こちらは約6畳となっておりまして、リビングとね、こちらはバルコニーでつながったお部屋となっております。はい。それではこちらの物件のご紹介は以上で終了させていただきます。最後にマカス君からお知らせがございます。賃貸の和崎ではネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなしなら心、賃貸の和崎ではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。